どうも、皆さんこんにちは。こんにちは。神モンスター解説、まあ、西洋神シリーズのセレス編でございます。前回はネプチューンでまあ二十数分もね話しながら結局何の結論も出ずに終わるというね、なんかちょっとねむしろこっちが精神的にダメージを話しながら受けるみたいな謎の回になってしまったんですけど、木は任せてください、うん、木はねミックス君が一番ね、まあ、なんか愛してる属性なんですけど、あと前回言わせれたんですけど、ミネルヴァとかは2体、ミネルヴァはね、2体いていいなと思うんですけど、別にネプチューン2体作る必要ないかなと思います、そうですね、正直、はい、うん、で今回のセレスもそうで、この覚醒セレスいっちゃいますけども、早速ね、覚醒セレスはまあ1体でいいかなって個人的には、個人的にはね、まあ覚醒セレスのサムに覚醒セレスありっちゃありですけど、耐久としてね、まあ、自動回復がついてるから、うん、全然ありだと思う。だからリーダーグレーセレスで組んでも十分なんですよ、なんか感覚的にソウルキュア、まあ多分そうだね、スキルは余っちゃうかもしれないね、はい、ということでセレスの解説に行きたいと思うんですけど、はい、西洋神シリーズ一番最初に、パズドラの中で実装された神なんですけど、まあセレス、これイービルセレスはあれだね、貴族性の悪魔が昔は全然いなかった、うん、なかった、ライダーとマリンライダーとイービルセレスぐらいしかいなかったよね昔はね。だからその例えばゲリラ回す時とかにマリンライダーがいない場合はこっち、まあ、サタのサブでね、うん、全体攻撃で倒していくみたいなね、うん、まあ光のホーリーセレスは回復タイプがつくんですけど、うん、まあ、回復タイプの貴族性がまあアルラウネとこっちだったらまあセレス入れるかなぐらいですからね、うん、まあ感知の光のスキル上げが ね一応 ね来てるっちゃ来てる、ただね、あのカラスで、うん、上げれるんですけど、一応スキルまあ11なんで、スキルレベル11、まあ、10上げなんで10ターンで感知打てるっていうところ、うんうんうん、まあ、あとバインドが効かない、まあ、バインド回復要因でだけで感知を使うっていうのはちょっと重いんですよね、うん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 、だったらまだこっちなんですよ、そうですね、7ターンで3ターン回復、まあ五感としては光メタ、うんうんうん、うん、6ターンで2ターン回復っていうところにあるんですけども、そうですね、これ割合回復なのがいいよね、うん、今って HP を増加させるようなリーダースキルって増えてきてるじゃないですか、まあノアとか神の染めとかだったら、はい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 、まあだからオシリスのサブとかでも全然いいよ、ね、ありですね、オシリスのサブで、まあ、バインド要因、まあ、回復要因、即時回復要因として非常に高い性能を発揮するんじゃないかなと思うんで、まあそうですね、自身の回復力っていうよりパーティーの HP に依存するっていうところに、まあ、違いが出てきてはいるんで、うん、まあ、どっちがいいかっていうのはパーティーによりますとしか言いません。なんでコシュマルとかを使った時ってコシュマル回復ゼロじゃないですか。で例えばコシュマルリーダーにすると HP2 倍になるんでセレス相性いいんですよね、うん、まあそうですね、そういうところでは使える。あとね、僕全然サタンのサブでも全然いいと思うんだよね。あーなるほどね、うん、サタンのサブありだね、うん、あのねサタン HP 非常にその究極進化して上がるじゃないですか。でスキルダメが苦手な方、うん、一体残しとか、うんうんうん、あとサタンってかあのバインドに超弱いんですよ、うん、サブしかり、うん、いや悪魔のサブってバインド耐性とか回復とかないじゃないですか。ほぼないね、うん、てかほぼというかないね、これぐらい。うん、だからねサタンのサブもね全然ありだとは思います。そうですね、覚醒セレス、まあ光メタトロンとの互換用意で属性がキーキーなんで、まあ、多色のサブに入れる場合はまあ水枠でどうにかなんかしないとな。光メタ、まあ、僕だったら、闇カーリーのサブですね、うんうんうん、にセレス、まあ、多色だと、はい、うん、
まあ、あとハトホルとかも、まあ、言っちゃいいですね、うん、あのハトホルって HP と回復非常に高くなるじゃないですか、倍率かつ、うん、まあ、光じゃないからね、まあ、そうだね、ハトホル、まあ、光組したいよね、うん、まだアテナとかがいいかも。で、まあ、覚醒セースのパーティーを、はい、組もうと思いますと、チャレダンとかああいう回復なしダンジョンで活躍させるのは確実にオーディに出ます。そうだね、これ自動回復がね、セレスも持ってるからね、これ入れた途端3000毎ターン回復してくれるので、ダブル半減かつ毎ターン3000回復で耐久するんだったらセルが強いんですよ。ほうほうほう、セルが自動回復持ってて、うん、カメハメハなんで、うん、めちゃくちゃ相性いいです。木はね、僕ね微妙持ってるっけ。あー、でも木はなんか自動回復持ってるやつが意外といるじゃないですか、うん、なんか結構その辺でまあ、うん、あれだね、立ち回れたらいいかなって思うんですけどね。しっかりとした盾を張っていくみたいな、そう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 、戦いができるのか、健康な、しっかり防御しつつ戦う感じ、うん、になるのかな。まあ攻撃力がめちゃくちゃ高いとかね、あんまいないですからね。回復高いやつがいるから、うん、まあ、守りながら戦うっていうイメージですかね。本当殴り合いだよね、うん、だからその点だから殴られても痛くないって感じではあるんですけど、そうそうそうあとはまあエンハはあんまり入れなく、まあ、入れてるなら入れてもいいんですけど、まあ、だからフレイヤぐらいかな、木のエンハって感じ、どっちかっていうと、で列でうん、感じかな。まあ、だから守りだったら本当にオーディンにスサノオ3枚だよね。あ、もうやばいね、うん、何それひどくないもうな、もう多分ゼロコンボしても全然うん、生きていけるよね何それ何それひどくない、敵に対してひどくない。毎ターン4000、うん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 、と待ってね、あ、3000か、毎ターン3000回復しながら、うん、闇光に関しては何割かとか分かんない。75% さらに半分にするんでしょう。もうなんかほぼ効かない状態で、うん、まあ言っちゃえばあれですよ、神々の王のゼウスなんてね、もう鼻くそほじって倒せるような感じですよ。そうだね、うん、どうなんだろうね、もう1000も効かないのかな、もうちょっと分かんないけど、1000ちょいぐらいじゃない、だから自動回復の範疇常に、あ、だよね、だよね、うん、そう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 、常に自動回復の範疇なんで、まあ、時間はかかると負けないみたいな、うん、1コンボでいけるみたいなパーティーになるんじゃないですか。だからうん、うん、やばいね、だから本当に守りだと思う、セレスはてか貴族性でも、うんうん、強すぎワロタみたいな、そういう意味ではね、うん、あの負けはしないです。そう、負けはしないで、負けなければ勝つしかないんです。勝てるから、負けなきゃ勝てますからね。そう、そう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 、みたいな、その辺に特化させてるのかな。うん、うん、なんで、ま、守備力100点、攻撃力50点みたいな。でもね、大体ね、50点かもっと低いかも。うん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 、ただ守備100点なんで勝てるんですね。まあ要は、まあ、いや、どんなスポーツもそうなんですけど、まあね、でも敵に渡さなかったら、僕バスケ部だけどね、言われたもん、1点も入らなきゃ向こうがね勝てるからって言われて、今引き分けっていうのもあるんですけど、ディフェンスめっちゃ練習したから本当に。そうだから、まあ、なんていうか要塞ですよね、完全に、なんていうか、要塞、いいね、いい響きだね、要塞って、このスペック、回復枯渇しても自分のスキルでどうにか C の、そうですね、バインダーも効かないしね、うん、そうだね、ことノーマルダンジョンだったらまず負けないですね、うんうんうん、でテクニカルでもなんていうか、まあやばいですよね、このサブにバランスタイプで、なんだっけ、バランスタイプでエンハは別に入れても入れなくてもどっちでもいいんですけど、うん、スサノオ3枚とかで立ち向かってったら、まあ、敵かわいそうですよね。そうなんですね、もうスキル溜まった瞬間に終わりですから、攻撃タイプのスサノオだっけ、うん、普通のスサノオは忘れちゃったんですけど、2体攻撃持ってますよね確か、持ってるね、うん、で、あ、全員バインド効かないじゃん、え、全員バインド効かない、セレス、オーディン、うん、ソウルキュアの意味みたいな話、そうじゃん確かに、
そう、そうバインド全員効かないね、すごいね。だから永続的に15ターン貯めた瞬間にあのまあ、このこっちのスサノオだったら12ターンで OD 入れたら10ターンですけど、すげえな、あ、そ、すげえなそれ。まあ毒対策になんか入れてもいいかもしれないけど、すごいな。無限半減かつもっと半減するかも。敵が70その光やめできたらもう敵出たし来た瞬間絶望ですからね。あ、だからそうだね、うん、私何してるんだろうみたいな。スキブがそうするとスサノオ3枚の3でしょ、オーディンで2で5で、7か7だから8ターン、うん、8ターンで無限半減発動。7ってことは一応セレスのスキルしょっぱなから使えるね。そう、うん、じゃあまあ耐えれるね、うん、いやー強い強いまあこれはあれですよね、非常に寄せてますけど防御に、うん、防御に徹した、編成にはなってるんですけど、何に弱いかって言われたら毒にめっぽい弱い。毒ね、うん、そうですね。まあ、回復力高いけど、自動回復でね、うん、自動回復で回復力は高いんですけど、その防御体制とかそういうなんていうか鉄壁の構えとかこれが通じないものに関しては弱いです。はい、まあかといってね、わざわざその毒のめちゃくちゃ毒作ってくるようなところにつく、あの連れて行かなきゃいいだけなんで別に。だからこと殴り合いに関してはお任せください。だからなんだ、まあね、これってさ、ゼロヘビメタの攻撃受けれる？10万の攻撃を受けれる、受けれる、受けれるよね、鉄壁にして受けれる、受けれる、1万ちょっとじゃない？だよね、受けれるね、はい、みたいな、はい、みたいな、確かに、3ターンでしょ？3ターンで9000回復するよ、こっち。自動回復でやばいかわいそうだから仮にですよ、うん、ヘビメタと1対1で向き合った時に1対1ね、むった向き合った時に、うん、まあ勝手に勝てます、うん、大体。あとはなんだろうな、ファガンとも1対1で絶対勝てるでしょ、うん、1対1に超強い、1対1には強いそう1対1には強い、絶対負けない。スサノ出して言うことじゃないんですけど、あのでもファガンのとこだったらレイランでもないのか。だから、なんすかね。レイランでもいけるでしょ。光闇の敵が、ボスが出てくるところで、その覚醒ミネルヴァ、覚醒ネプチューンっているけど、一番セレスが一番安定して戦えるね。うん。うん、まあ、ほぼ敵に何もさせない。そうっす。ような。だから、どれでいこうかなって迷ったら、セレスをリーダーで、ちょっとパーティー組んでみるっていうのがいいかもしれない。うん。初見とかね。うん、そうですね。はい。ということでね、今回ちょっと、なんていうか、まあ、以前の分岐だった、なんだっけ、普通のセレス、イービルセレスとかホーリーセレスに関してはあまり言及できなかったんですけれども、できなかったっていうか、うんうん、ちょっとね、使ってなかった分言及できないんですよね。まあ、だからスキル上げれば、うん、それこそさっきと一緒でサタンのサブ、うん、全開するから、うん、ただ20が重たいんでスキル上げたらの話ですけど、うんうん、そうですね、10ターン。まあそこはこの、まあでもこれ木と闇のダメージかなり減らすじゃないですか、うん、どうなんだろうな、まあ、コシュマルとかいけないのかな。アモンがいるからね。ああまあ一応でも感知あるから、感知2回でどうする、うん、感知2回のうちに、あでもそうか、光だもんな、水光だもんな、なかなか難しい。でもなんかホーリーキー闇とかね、どっかで使えそうな気がするんですけどね、うん、キー光、うん、まあスキルレベル最大になっているならワンチャンバインド耐性、バインド要因として多色のサブ、うん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 、かな、ワンチャン。そうか、だからホルスでもいいんだね、うんうん、ですね。はい、ということで、まあ、いかに防御に特化させたものになっているかということが、まあ、お分かりになっていただければ非常に嬉しいです。はい、以上、セレス、西洋新シリーズのセレスの解説でございました。はい、はい、以上、参考になったよという方はぜひグッドボタンをお願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。と、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。